ジェムをご覧の皆さん、久保田正孝です。山崎賢人です。そうですね、本当に映画だったりアニメ原作で本当世界中で愛されている作品なんですけど、本当その部分もリスペクトしつつ、もっと新しいデスノートっていうのをドラマ版でしかできないものっていうのを作っていこうっていう話で、そこで結構設定も大きく変えているところはあります。圧倒的な天才 L と隠れた天才ライト、そのなんていうんですかね、その圧倒的な差が出るように、まあその挑発口調だったり、なんかキラ事件をこう解決していくのを楽しんでやってるような、そんななんていうんですかね、まあ本当にオリジナルの新しいドラマ版の L ですね。イメージがすごく強かったんですけど、そこに縛られないように、逆に新しいデスノートなんだから、名前は一緒かもしれないけれども、そこにあまり固執しないようにやろうかなっていうのはすごくありました。だから、まあ、後々キラーとなっていくんですけど、まあ、その面でも、まあ、基盤はやっぱデスノート同じところがやっぱりあるので、やっぱ自分なりの正義っていうのを貫くっていうところはやっぱちゃんと描いていかないければいけないなって、その上でエルと出会って、死神のリュークと出会って、普通の男の子がだんだんこう覚醒していくというか、だんだんこう何でしょうね、キラとしてのセンスっていうものがすごく研ぎ澄まされていく瞬間がところどころにあるので、だんだんその喋っていくセリフっていうのもすごくこう頭のいいセリフがすごく出てくるんですけれども、エルと渡りの関係って結構細かいところまでは原作とかでも描かれてなくて、ずっと一緒にいるこう二人なので、どんなこう関係性があって、でもいろんな物語がその二人の中でもあると思うんですけど、そのやり取りが結構シュールな感じで笑えたりすると思います。こういうデスノートっていう結構殺しがテーマだったり、人が死んだりする物語なので、ドラマで連続ドラマで途中でこう気を休めるシーンじゃないですけど、そういうシーンがあると思うので、